皆様、お久しぶりです。今回もユニティ版、ライジングワールドのアップデートのご紹介です。バージョンは 0.7。内容としてはバイオームと洞窟、その他いろいろです。いろいろと書くだけあって、アップデート内容が非常に多いです。ですので、今回の動画では、このアップデートの紹介文章に書いてある順に、内容を紹介していきます。映像で撮れなかった内容は、紹介文にある画像を引用していきますね。ということで、やっていきましょう。まずは、バイオームの追加からです。今回のアップデートでの最大の変更点となります。新たに、乾燥した地域と寒い地域、2つの地域が追加されました。加えて、砂漠、サバンナ、ツンドラ、タイガなどを含む、14の新しいバイオームで構成されているとのことです。映像では、たまたま見つけた寒い地域の様子をお届けしています。新バージョンからは、陸地は島となったのですが、この寒い気候の島では、一面、雪景色です。これは圧巻ですね。その他の地域もご紹介、と行きたかったのですが、残念ながら時間の都合上見つけることができませんでした。さらに、各地域ごとに合わせた植物や動物も追加されました。寒い気候だと、ペンギンとかがいるみたいです。ほら、かわいいでしょ?また、これまでのバージョンのワールドも、新バージョンで引き続きプレイが可能です。自動的にバックアップと変換をしてくれるみたいですよ。ただ、新しい要素を見つけるには、海を越えて新しい島を見つける必要がありそうです。実際、旧バージョンのワールドを変換して新しい要素を探しましたが、なかなか見つからなかったです。そして、もう一つの新機能は、敵対動物の追加です。クマ、シロクマ、イノシシ、ライオン、ヘビなどが追加のようです。また、中立な動物を攻撃した時にも、敵対するようになりました。ヤギとかシカが、これに当てはまりますね。ちょっかいを出したら、確かに襲ってきました。また、新機能として、敵対動物がプレイヤーを見つけたかどうかを表示する、というのがあるらしいですが、どうにもその表示は確認できませんでした。ただ、敵対動物がプレイヤーを見つけると、威嚇かのごとく遠吠えをしてきますね。この鳴き声で気づけるようになったのは大きいです。敵対動物と出会ったら、対抗する方法がないじゃない、と思ったそこのあなた、ご安心ください。この敵対動物に対抗するべく、新しく多くの剣が導入されました。しかも、一部の剣は宝箱からのみ回収ができるとのことです。レア度の高い剣まで追加とは、恐れ入りました。あ、そうそう、宝箱というのも追加になりました。これは寒い地域、特に北極地域の地表にランダムで設置されています。氷に覆われててわかりにくいですが、砕くと宝箱代わりのチェストが出てきます。この宝箱を頼りに、寒い地域を生き延びていきましょう。ということでしょうかね。ちなみに、宝箱の出没スポットは、今後のアップデートで増えていく予定とのことです。地下神殿とか、そういうのにあるとワクワクしてきますね。楽しみです。今回のアップデート、2つ目の大型機能は、洞窟です。今回、洞窟は上と下の2つに分かれているようで、上層はこれまでと同じような構成とのことです。ただし、分岐が多く、行き止まりが少ないとのことです。映像では、寒い地域の洞窟に潜っていますが、周りが氷に覆われてて幻想的ですね。これは見ていて、すごく楽しいです。また、下層は大きな洞窟があり、その一部は水で満たされているとのことです。その深い洞窟の下には、地獄があるとかないとか。今回、下層と思わしきところまで行こうと、下へ下へ進みました。途中、氷の部分から通常の岩の塊に変わるポイントがあったので、おそらくここが上下の切れ目だとは思います。ただ、その下、大きな洞窟や水で満たされた空間は発見できずでした。これは今後ゆっくり見つけていくこととしましょう。ちなみに、明かりを持たずに洞窟を進んでいくと、視界が真っ暗になっていきます。これは地味に面白い仕組みです。ほんと、よくできていますね。新たな動物として、馬が追加になりました。合わせて、サドルやサドルバッグも追加されています。そうです。
お約束の乗馬が追加になりました。これまた本編動画ではおなじみの白い馬を見つけてしまったので、いろいろとご協力いただきましょう。サドルがない状態で乗ってみると、あれ、普通に言うことを聞いてくれますね。おそらくこれはバグなので見なかったことにして、次はサドルをつけて乗馬してみると、馬を使って移動ができるようになります。馬の操作も従来より直感的になったような気がします。視点の移動も自由が利くので非常に良いですね。このように馬の動きは柔軟になったとのことです。ここからは細々したアップデートをいくつかご紹介します。まずはワールド生成に関しての新機能です。バージョン 0.7 で生成されるワールドより、島が大きく、山が少なく、平らなスポットが簡単に見つけられるようになったとのことです。これで拠点となる場所探しが楽になりそうですね。またワールド生成時のオプションとして地表スライダーが追加されています。これは地表をフラットにするか山だらけにするかを選べるようになっています。試しに同じシード地で最大限のフラットと最大限の山岳の風景をご用意してみたので、ご参考にしてください。さらにこれでも足りないという人はスーパーフラットアイランドというワールドタイプも選べるようになりました。その他さらに様々なアイテムが追加になっています。中でも画期的なアイテムがツールベルトです。これは下のホットバーのスロット数を拡張するアイテムです。これまでは5個までだったスロットが10個まで拡張が可能です。建築時のブロック保管などで非常に重宝しそうですね。さらに蓄音機やダイビングゴーグルなども追加になっているようです。あと一部アイテムの挙動も変更になっているものがあるのでご注意ください。特にこの大型ライトの光量は絶大です。ドラマとかでよくある眩しすぎて見えないがマジで体験できます。うわ、本当に眩しいわ。最後に建築オプションの追加です。ブロックの上辺だけを特定方向にスライドさせるというモードが追加されました。正直これだけ見ても何に使うんだろうって感じですが、細かな装飾などには使えそうですね。とアップデート文に記載されている内容をメインでお届けしてきました。その他チェンジログにはオーロラや吹雪の追加、新アイテムや新しい衣服の追加、弾薬の残数表示など書ききれないぐらいたくさんのアップデート内容があります。全部気になるという方はぜひニュースページを見てくださいね。ニュースページの最後には次のアップデート内容の告知がされていました。次はマップと NPC に関して注力するとのことです。そういえばまだマップ機能はなかったですね。すっかりあるものだと思っていました。そして NPC です。人間の存在がなさすぎるので、このあたりは今後どのように進化していくのか楽しみです。続きのアップデートを待ちつつ、新しいライジングワールドも楽しんでいきましょう。ということで今回はここまで。また次回のアップデートでお会いしましょう。それではまたね。